君のようなつぼみさ、華やかで優しくてそう笑ってごらん大丈夫。顔を上げたら花も街も鮮やかふし。 みなさん、こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私、高継のと、三橋貴昭です。三橋 TV は三橋貴昭のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。 はい、というわけで三橋経済塾第10期が開講いたしまして、はい、1>, 1月16日にゲスト講師に藤井聡先生をお迎えして第1回講義が開催されました 2>,、はい、2回目が2月20日でゲスト講師は林千勝先生、はい、まあそれ以降はこういう方々なんですけれどもねあの別に今からお入りいただいてもインターネットで藤井先生の講義まあ藤井先生というか私とですね、はい、私と藤井先生の講義を、えー、視聴していただくということができますのでね是非ご入塾いただければと思います、はい、さあ というわけでですね今日は前回も使ったんだけどこの時から入りたいんですけどね、はい、国の借金と彼ら、まあ、財務省が呼んでいる政府の長期債務残高が増えていっても増えていっても金利は下がるでインフル率も下がるっていう状況なんですけどねあの、まあ、これ前も出しましたけど、はい、これちょっと名目値なんで物価の上昇を排除した方がいいかなというのをあの前も出したと思うんですけど、はい、これはそれがこれですね。 物価の上昇分除いても政府の長期債務残高は大体55倍ぐらいかなになっておるんですよ。でこれがですね物価指数なんです、はい、これねやっぱ我々は改めてこれ注目すべきだと思うのはもう97年ここですけどね、はい、97年以降横ばいもしくは下落ってことなんです。でこの物価指数 これ消費者物価指数、コアコア CPI でやっ作ったんだけど、私が。この動きと、この動きと、これ似てませんま名目 GDP、はいはい。名目 GDP。で、名目 GDP は97年がピークで、そこからまあ横ばいと。まあ、安倍政権が基準改定とかやるとなんか増えちゃったんだけど、まあそれいいや。今日はいいんだけど。ということで、結局のところこ、日本の事例からして、 要は消費者物価が停滞している国は名目 GDP が増えないと、いうのが証明されたと思うんですよね。はい、あ、これ明らかに似てるでしょこれ。はい、こっちじゃないよ、こっちじゃないよ。こっちですね。これとこれですよね。ということで、要はデフレって本当にまずいなと。で、これはデフレっていうのは、例えば大恐慌期のアメリカのようにあの物価が十パー二十パーとか下がっていくっていうまあ強烈な物価下落じゃなくても停滞で多分ダメなんですよ。 上がらないってだけで。いはい。それを我が国は証明しちゃったんだなあっていう気がしますね。うん、これなんでかというと、も、ま、う、あ、当たり前で。要は。物価が上がらないっていうことは。同じ製品を同じ数売ったら。ずっと粗利益売り上げ同じだってことなんですよ。はい、うん。はい。ということですよね。これ物価上がっていったら。なんかこう売上げが粗利が増えていくっていう印象になりますから。なんとなく経営者は儲かった気になって。うん、で実際にですね。少なくとも名目では。 従業員の給料増えます、はい、だって物価上昇に給料の伸びが追いつかないと怒るでしょさすがにちょっと食えないですよと <laughs>、うん、いうことでそれであの全体的に需要が拡大してそれで経営者が投資をするということで経済が成長していくものなので、うん、要はあの我々が投資するために我々っ経営者ですね、はい、経営者が投資するためには物価がある程度は上昇するってことが前提なんだなっていうのを、うん、日本は過去25年間ぐらいで証明したんでしょうね。 でその物価ですけども、えー、消費者物価指数の対前年比すなわちインフレ率ですね、はい、見ますとこの青いのが総合消費者物価指数ですで、えー、このオレンジがコアコア CPI 食料とエネルギーを除いたインフレ率なんですけど、はい、ほらもう完全にマイナスなってしまってデフレ化しておりますしょうがないんだけどコロナ危機だから。 でこれねこのデフレについてそのなんかさまざまなちょっともう名前言わないけど言うと腹立つから私が <laughs> いろんな人が言ってるんだけどねこれ一人だけじゃなくて物価が下がることはいいことですとだってみんな給料減ってるじゃないですかと助かってるんじゃないですかと <laughs> か思います <laughs> でも長い目で見たらあの一瞬それ聞いたらもっともだと思いません、ね いやー確かにこんなに給料が減ってるから物価が下がってくれてありがたいわーと <laughs> それどんどん縮小傾向じゃないんですかだってね売ってる方は要は価格を下げて売ってるってことだから、はい、所得小さくなってるから、はい、今度その人が客に回ったら物買わないから、はいうん、次の物価下落が引き起こされると、はい、そういうことになっちゃいますよね、うん、どうですかなります高家さんでも今、まあ、所得があまり増えてらっしゃらないじゃないですか、はい、物価下落うれしくないですか 正直に言ってください一瞬嬉しいと思います。一瞬嬉しい、はいはい、そこが多分問題なんですよ、ね。あるいはその年金受給者とかねその所得があまり増えない人、まあ、もちろんインフレになったらマクロスライドで増えるんだけど増えないような方っていうのはこれ多分物価下落は単にありがたいだけになっちゃうんですよね。うん、その時にあのちゃんと我々はその物価が下落したと、まあ、物やサービスの価格が下落したそれを生産している方々の 所得が減っているっていうことにちゃんと思いだらなくちゃいけないんですけども、うん、こ康介さんそういうこと考えたことある？今<私>でもあ、前はないです。うん、でもなんか始めてからあのススマホ携帯の料金が安くなるどのこうの時にあの素顔が言ってたやつですね。はい。はい、その時にちょっと思いました。へ大丈夫って。うん。多分キャリアがまあキャリアって通信会社が料金下げるじゃないですか。はい。 すると,それと従業員の給料を下げるか、はい、売上げ原価下げて下請けを叩くかしかないですよ。うんはい、それと従業員給料下がっちゃうってことは,それは所得の縮小そのままじゃないですか、うん、あるいは下請けさんが叩かれたら下請けさんの企業のあらりが減っちゃうわけだから、うん、そこの所得減るってことだから、うん、連鎖していくんですよ、うん、こういうその連鎖に思い至らないからだから。 そのまあ、今多少改善されつつあるんだけど菅内閣の緊急事態宣言で飲食店,、はい、飲食店にはまあ時短をお願いしたからまあ8時以降やんないでと、うん、1> 1日1店舗6万円渡しますす終わわりみたいな発想がでできるわけですその飲食店にさまざまな食品とか飲み物を卸している卸売業どうなんのとそれを運ぶ運送業どうなんのと。うん その卸された製品や材料を生産している農家とか畜産,農家畜産業とかあるいは漁業とか、うん、そ精肉加工業とかそれたちどうなんじゃんものすごいダメージがこう,連,覇してう連鎖していくんだけどそこを見ないんですよ考えられないんです、ね、考えられないだからいや何飲食店が困ってるんのか飲食店に協力金出してんじゃないかとその向こう側に膨大な生産者がいるんだぞっていう話なんですんこれがね多分共同体のナショナリズムと関連してるんですよね、はいはい つまりあの我々はその今こう単体でこのミクロな世界で目の前で買い物しましたってなると1対1でしかこしかもこの物事見ないんだけど実はその売ってくれた例えばスーパーならスーパーの向こう側に膨大な生産者がいるわけですよね、うんはい、そういうのをちゃんと考えないんですかねでも昔の日本人はね考えたと思うんですよなんで今考えられなくなってるんですかねまああのまあ共同体意識なくなったと思うんだけど、うん、例えば昔今もね 例えば、いただきますっていうじゃないですか、ご飯食べるとき、はい。今は単に言ってるだけかもしれないですよでも私は一応こう説明するわけ、いただきますっていうのは、そのご飯ををの多分今食べてますと、それはあの大変ありがたいことなんだけど、そのありがたいことができるためには膨大な人たちが働いてるんだよと、その全員に感謝しなさいっていう意味のいただきますじゃないの、はい、っていうふうに私は、まあ、三橋足説ね、はい、説明してるんだけど、うん、説得力あるでしょ。はいはい 本当は違うんですけどね、もうだめでいただきますょの語源っていうのはどうなんですか、すよまあその説明しないんだけど、それでいいと思うんですよ。うん、それでいいと思うんですよ。で、なんか私がちょっと一つ感動したのが戦前の写真で、はい、そのまあ子供たち二人のまあ女の子と男の子かな。 がそのちゃぶ台のところでそれでお祈りして食べるっていう写真が残ってて、はい、あこの子たちはちゃんとその自分たちが食べようとしてるご飯についてその向こう側にいろんな生産者がいてご飯作ってくれてるっていうことを教えられてるんだなっていうのがこの話とね、はい、あのスイスが絡むんですけどスイスって非常にそのなんでしょう安全保障に気を遣わなくちゃいけない国なんですよ。 周りが大国ばっかりだかだら<ー>、はい、昔から国民のその共同体意識っていうのを高めるっていうことでさまざまな取り組みが行われてたんですけど一つ感動したエピソードがですね、はい、これ鈴木伸弘先生に聞いたんですけどねそのスイスの,その、えー、卵を作って鶏を育ててる農家さんまああるんだけど輸入の卵も入ってくるんですけどね、うん、なんかね全然価格が違うんです。国産めめちゃめちゃゃ高高いいいんんでですすよ数倍らし卵、はい で女の子がその店に買い物来て外国産の安い卵じゃなくて高い卵を買っていたと、うん、でなんで高い卵を買うのって言ったらば私たちがこの,あの国内国産の卵を買わなかったら国内の農家さんが潰れちゃうじゃないですかと言ったらしいんですよ。ここはあんま安全保障ですけどね、はい、でもその安全保障の話がなかったとしても我々はそのバリューチェーンの向こう側にいる人たちってのを常に意識しなくちゃいけないと思うんですよね。うんうん でこれはねあれにもあの,あの問題もあるんですよあの、芸能関係とかね、イベントとか、はい、例えばイベントを開催する主催者がその、まあえー、コロナの緊急事態宣言でできなくなりましたと、でキャンセル料を負担するからいいでしょうっていうんだけど、そのイベントが行われなかったことによって、ですね、うん、そこで働いている膨大な人たちが所得を稼ぐ術を失ったわけですよ、はい、レースなんか考えたらすぐ分かるんじゃないですか。はい いろんな方たちが、はい、もうもちろんメカニックとか、はい、その会場の関係者とか、うん、はい、そういう方々がいっぱい働いてるんだけど、全員何の保証もないですよね。はい、ないです。ないです。イベントもそうなんですよ。うん、はい、あるいはそのライブとかもそうですよね。はい、だからこれなんでなのかなと考えたときに、やっぱり結局想像力の問題ですよね。うん、つまり自分がこう見てるものしか見えない、はい、見えないと。その向こう側に。 あの苦しんでる人たちがいっぱいいてもとりあえず目の前のものしか見えないと、うん、これ日本国民全体がそうなんですかねそういうこと考えたことあります昔は全然なかったなかったですかはい、はい、私はあ,のある意味こ,れこういうのが仕事だから、うん、いつもこういうことを話してたりしてたから、うん、自然考えるんですよ、ねだうん、特にバリューチェーンって言葉よく使いますけど、はい、その概念がなかったから自己責任論とか受け入れやすかったんですかね でも,でも今の若者ってその自,己自己責任論でまずいなと思うのは多分もう浸透しちゃってるでしょう自己責任論、はいはい。ということはでしょあの前回の,その麻生太郎じゃないんだけどあんな態度政府が取ってるってことはでしょ結局政府は助けてくれないんだって思う可能性が高いんですよ。ということはね多分自粛守んない。うん、だって死んじゃうもん、はい <laughs> はい ということでですね、うん、日本はそのバリューチェーンの問題、自分が見てるものしか認識できない、うん、そういう政,政策担当者とか、あるいは、これはまあ本人たちの責任じゃないんだけど、政府はもう助けてくれないよっていう形で思い込んでいて、ある意味正しい、そういう自己責任論をその植え付けられた若者たちというような、うん、そういう社会になっちゃってるから、うん、コロナ終わらんね、これ、うん。どうですか、お友達とかって。 あのー、本当に苦しんでる人いると思うんですけど。います。そういう方々どうしてるんですか。もう細々はい。うん。えどうしてるんですかね。どうしてさい最,最後は最後は実家に帰るっていう選択ができるんじゃないのとかこう甘いこと言う人いるじゃないですか。うん。まあ小池さんできると思うよ。でもできない人もいるんですよ。うん、はい。はい。できない人もいるんですよ。うん、はい。で今回のコロナが残酷なのはですねあのー、まあ小池さんの前で言うのもなんだけどまああえて言いますけどね。 例えば風俗業とか、うん、あるいは水商売ってその苦しんでるシングルな女性のセーフティーネットあるいはシングルマザーのセーフティーネットだったんですよ。これはいい悪いかと別にして現実的な話を、はい、全部ダメになったでしょ。うん、だから昨年は女性の自殺が激増したんです。自然そうなるんだなと。はい、でそういう時にあの、まあ、今日いろいろ話してますけどねあの結局何言いたいかというと。 同じ国民である彼らとか彼女たちの痛みをちょっとでも認識してほしいんですよね見てる人には、うん、なんかほらすぐ「あこすりゃいいじゃん」みたいな実家帰ればいいじゃん」つっていや帰れるんだったら帰ってるでしょしかも思うにですけどその今女性とか子ども自殺増えてて,て、はい、多分今年も多くまあしたくないけどなっちゃう可能性が高いじゃないですかそれをなんか見放してたら結局やっぱり自分にも影響が出るってい じゃあまあそれこそ網掛けの問題で今回とか昨年に亡くなったまあ自殺というね痛ましい死を遂げた方々を「これ自己責任だろう」なんてやってたら「次お前が網にかかるぞ」っていうのはねこれ誰がちょっと考えてみたらわかるんだけどそういう面でもやっぱり共同体意識がなくななくっっててんんだなーって思うんですただしやっぱりこのコロナという非常事態のさなかでその共同体を取り戻そうという動きはね着実に出てきてますね。 だって生きていけないもんね。はいはい生きていけないと、うん、いうことでだからあのそうなんでしょう過去七十五年間ずっと共同体を破壊されるっていう形で動いてきた日本社会がそれはあの経済あるいは和平論の面でもあるいは共同体の面でも今転換点にあるのかなっていう気がするんですよ。うん、その一つのねあの象徴が実は昨年のあれなんですよ。すかあれあれ何ですか結構携わった。昨年のあれ。大阪都構想ですよ。 大阪都構想と称する、まあ、大阪市解体構想なんだけど、はい、あれまさに共同体を解体しますか、うん、共同体を守りますかうん、うん、っていう戦いだったんですよね。であのもうは当初の時点ではもう墓の,、ね、の方が圧倒的に有利だったんだから、はい、それが逆転したっていうでしかもコロナじゃないですか。となると例えばご近所付き合いとかそういうものの大切さとかねあるいはその、まあままあ、町内会とかあるいはその大阪市。 そういったものがいや、これさすがにないとまずいんじゃないか？っていうような人たちが増えたから。まあ、我あの我々サイドの方がまあ勝てたのかなと思います。はい。これ考えてみたら当たり前ですよね。はい、はい、共同体なしで生きていけないでしょう。うということなので、だから今日本人っていうのは長いこう。7。5年間のですね。眠り。 つまり別に共同体なんかなくたって生きていけるよってって、俺が食べてるものはここで生産されてんだよってそんな感じじゃないんだけどね、<laughs> <laughs> <laughs> ないんだけどね。はい。ということで、あのあの死んでるあの自殺する人とかもそんなもん自己責任だろうとか言って、そういうのが許されていたあるいはなんとなく受け入れられた社会からの転換点なんだっ,っはい。どうでうすか。周りのお友達とかどうですか。うまだうまだそこまで言ってませんかんでも本当に困窮した場合ってどうなるんでしょうねどうなるんですか。例えばこれ家賃払えなくなるじゃないですか。はい。 そうする住所所失っちゃうと特別定額給付金のお手紙とか来ないですからね<ー>、はい、受け取れないですかね受け取れないですもんねネットカフェの、まあ、ネットカフェ難民とかなったってネットカフェだっていろいろ緊急事態宣言でいろいろ制限かかってるんですけどネットカフェじゃなくなったらって形でそれで人々がこの同じ現象が実は、えー、1929年に始まった大恐慌期のアメリカで起きてたんです そういうい時っっっってててなななななんか逆に共同体ってもう意識がくくます本人,本人はなくなって、まあ、家族ぐらいあったらしいんですけど、うん、あの大恐慌の時はその家族でみんなが流ル浪ルするっていう形ですよね、はい、でどうしようもなくなってそれで一箇所にみんなが住み着いてそれでバラックみたいのを建てて暮らすみたいなそれをなんかフーバー村って言われたんですけどー <laughs> フーバー大統領の時代だからねあいつのせいだってことでうそういう感じになっちゃうんじゃないかなとう思うんですよね。 この先進国であるはずの日本において。あるはずの、ね。あるはずの。で、これなんでですかっていうと、まあ要は政策間違ってるからです、ね、はい。で、本当にこれ政策間違ってるなって思うのは、その、とりあえず今ほらデフレじゃないですか。はい。で、この辺って、まあ確かに物価はプラスではありましたわよね。でもそもそも日銀のインフレ目標はここだからね。うん、ここ超えたのって消費税の増税した時だけだ,、はい、だ,けだから。 で、つまりデフレです。もう事実上のデフレだったんですよ。ところがですね。自民党の多くの議員たちは、これはもうちゃんと聞きましたけどね。はい、デフレだっていう認識がなかったらしいんですよ。なかったんですか。かなかったんです。ってはい。な,なぜえだからアベノミクスはうまくいってる。デフレ脱却してこんなに経済成長して株価が上がってんじゃね。えか。株価が上がってんじゃね。えか。以外全部そうなんだけどね。<laughs> はい、そういうだから前回の話でしょ認識共同体っていうのを作っちゃってるからうそうなっちゃってて。それでこう。本当の国民のね。 あの苦しんでる姿が見えないってなると、多分日本で私はフーバー村ができると思うんですよね。麻生村にしよう。<laughs> はい、麻生村。本来はすあの安倍菅村なんですけど、はい、ちょっとそれだけに変わっちゃったからね。はい、そういう形でもう名前残してあるぞというようなプレッシャーかけていかないとですね、これは治んないなと本当住所なくなったら悲惨ですからね。はい。はい。その前になんか転換したいですけど。転換した でね、これはもうしょうがないんだけど実家に帰れる人は帰るってことを考えた方がいいと思う,、はい、もう助け求めなさい、うん、あのご両親とかに、うんはい、死んじゃいますほ本当に、うんはい。でだ,両、まあ、そんだけどんだけ仲悪くだっていくら両親だってその息子とか娘に浸透してらと思ってないでしょ、はいはい、そういうぐらいだったら助けを求めるとあと役所、うんはい、ちゃんと行政に助けを求めるってことをやらないとやがて我が国にはまあそろそろできるんじゃないかと思うんだけどね麻生村麻生村 菅あ安倍・菅・麻生村にしようか安倍菅麻生村っていうのができることになるんじゃないかなということなので今日はちょっとですねこ大元の問題に、ね、実際物価下がってるんだから正しいデフレ対策をやるとあるいは正しい国民救済策をやれっていうのをですねやらないとなんとか村ができるよという話をいたしました。 コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な議論に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋隆の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。